田さん、その通り積み立 NISA で儲けるというよりも積み立 NISA をやってるという実績によって集客をするっていうのはありますよねそうすると積み立 NISA をやってる人同士であの、まあ、ラポールが気づけてじゃあ積み立 NISA 以上に儲かるのは何ですかっていうふうに聞いていけると。 そもそも私の場合は積み立て NISA を最初からやるって選択がないんで積み立て NISA に,に関わってる人とのラポールは気づきにくいってところがありますよねで積み立て NISA で失敗した人が他の投資ないですかっていう風になった時に私の方には振り向いてくれるだろうけどでも積み立て NISA の失敗っていうのはまあ分かるのがね数十年後ですからねいい戦略じゃないですかまあ私はウグイスパン食べてね、まあ、あのアクセス集めますよコソコソと、はい、でまあいろいろありますけども今回は ペペイイイのポイント運用ですねなんか前回は大マイナスだったんですけども今回はプラスに転じてますね、うん、あの一旦決済したんでものすごくちっちゃくなってますけどもね私の場合はえっ、ー、と今504円プラスになってえっ、ー、と16,621円が17,125円になってるとペイペイポイントねこれも積み立てにさんみたいなもんでこれで儲けてがっつり1億だぜじゃなくってペイペイポイントでやってますけども他のは もっっと割のありますすよっていいう感じじゃないですかね、うん、情報ってだからこう偏見自在になるんでいいっすね面白いっすねうんウグイスパン食べてもいいしそれとも高級ランチを食べてもいいしどっちでもですよ、うん、でもどうなんですかね高級ランチを食べてる人よりもウグイスパン食べてる人が多くないですかねウグイスパンが珍しいかしかもウグイスパンって中にウグイス入ってないですよね鯛焼きも中に鯛入ってないですよねたこ焼きは タコが入ってますか、うん、そもそもたこ焼きってそのたこ焼きを焼くあの板があるじゃないですかあのたこつぼみたいなイカであのたこ焼きを焼くからたこ焼きらしいですよ中にたこが入っていようと今いまいと関係ないらしいですねうんまあそんなことじゃないですか、うん、あちなみにみかんジュースってみかんが入ってるんじゃなくてみかんの皮のエキスが入ってるらしいですねちょびっとこう絞ったのがい